はい、今成田第2に来ました。チェックインカウンターは R って記載されてますね。 R カウンター、 R カウンター、 R カウンター、これましたね。事前情報ではね、 N カウンターか F カウンターだと思ったんですけど、ちょっと違うようでした。ちょっと向こう向こう岸まで行ってみようかなと思います。30日以内にベトナムに入国したことございます。ただね、今回今日多分おそらくで式典があると思うんですよね。初めてベトジェットがねホーチミン飛ばすんで、おそらくボーディングタイムが少し早まるって言ってたんで、それまでちょっとなるべくなる早でね、出国しようかなと思います。もうやばいっすね。はい、無事出国しました。いやね、何せ30分弱かかりましたね。やっぱ朝の相手は混雑します。朝っぱらからね、やっぱりラウンジなんて行っちゃダメですね。サクって感じで良かったです。本当にサクっていう感じでもね、ジュース一杯飲んだだけでもね、めっちゃ混んでたんでね。おそらくね、式典かなんかあると思うんですよ。とりあえず98番ゲートまで行っていこうかなと思います。ちょっと急ぎ足で。それでは式典を始めさせていただきます。Thưa quý vị đại biểu và quý hành khách thân mến, lần đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã có mặt tại sự kiện khai trương và chào mừng chuyến bay đầu tiên từ Tokyo đến Thành phố Hồ Chí Minh với Vietjet Air tại sân bay quốc tế Narita buổi sáng ngày hôm nay.お集まりいただきました関係者の皆様並びにご搭乗になるお客様へ、はじめに本日は東京ホーチミン支店の就航セレモニーにご参加いただき誠にありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞそこまで進んでてください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。Thank you. First passenger. Yeah. Oh, sorry. Ah, sorry. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. いいですね。ベトジェットの副社長がファーストライドとして、もういや最高ですね。ファーストライドは。運航処便の最初の第一人者ですからね。未練は先入ってるようなんですけども、副社長から握手もらいました。まさか、ね、握手もらえると思ってなかったので、ちょっと後を渡しちゃいましたね。まだね、出発8時55分発なんですけども、まあ処便ってこともあってね、遅れております。でね、毎度のことにね、これ音楽流れております。続き発表はグー1個分ぐらいですかね。もう少し狭いかなと思ったんですけどね、結構なんて言うんでしょう、余裕がありますね。帰りの便ね、もう少し広い席用意してあるんですけども、これだったら全然ベトナムまで行けるんじゃないかなと思います。
って今後ろの人が来てないので今のうちリクライニングしちゃいましょう。リクライニングはどれぐらい倒れるかな。結構倒れますね。これぐらいです。これぐらいであれば、ああでもね、ありますね。座席自体のねシートが分厚いんで結構ふかふかしております。痛くはないですね。なので6時間とか中距離戦間中距離戦のフライトにとっては、まあ、いい感じの深さかなと思います。出発まで待ちたいと思います。はい、出発まで時間がまだありそうなので少し機体の紹介していきたいかなと思います。機体はこれは？エアバックス321だそうです。ネオじゃないのかな、多分。で、まあ見て分かる通り全部英語でございますね。こればっかり言ったら仕方ないかなと思います。まあ、ちょっとね、日本語日本線飛ばしてるんであれば、ね、日本語書いてほしいかなと思ったりしたんですけども、その他に機内車いろいろ入ってるんですよ。これはベッドセットのフードメニュー。私今回ね、チャーハン頼んでるので多分後で持ってきてくれると思います。In our flight today, we're expecting light turbulence in our initial climb, about 40-45 minutes, first 40 minutes of the flight. Later on, we got fair weather during our cruise, and Ho Chi Minh right now it's around 29 degrees Celsius partially scattered. We're expecting 5 hours and 35 minutes flight time. If we hope you get to this crew, thank you for joining us today. Relax and enjoy the flight. Shinkaman, arigatou gozaimashita. Omoshiroi desu ne. Ore mo, watashi mo ne, eigo mattaku dekinai n desu kedo mo.おそらく9時40分発、9時40分頃離陸するって言ってたのかなと思います。ちょっとね、英語わかる人がねこの動画を見たらね、まあ、それはそんなもんわかんないのかって言われるかもしれないんですけど、私は英語全くわかんないですからね。2019年7月12日よりプロジェクター航空が東京から
成田ってちゃんと書いてありますね。成田エアポート、何が入ってるんですか、後で開封してみようかなと思います。で、帽子もらいました。と、あとバッグですね、旅行用のなんか貴重品とか、貴重品じゃないや、だから薬とか入れるバッグが使えそうです。追加したいっていうのよりはね、このホットチリソースを上にかけてね、食べればなと思います。いや、美味しいですよ、本当にめっちゃうまい。引き止めだからいいですよね、機械が間近で見られ、飛行機が間近で見られて。はい、私は今ホーチミンシティタンソンニャット国際空港に着きました。今からね、入国審査でございます。で、入国審査して、荷物受け取って、で税関でございますね。スーパー混んでますね、もう。はい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 、はい、こんな感じですね。とにかく先はね、カメラ NG になるかなと思うので、とりあえず入国していこうかなと思います。はい、無事ね、入国と税関通過しました。いや、1時間ちょっとかかりましたね、通過するのに。結構大変でした。ということでね、今からタクシーに乗って、とりあえずグランドホテル最後に行こうかなと思います。いや、ほんとやばいですね、人ですよ、ほんとに。東京駅で使ってくれるレベルです。じゃあ、ここからね、タクシー乗れば今から行こうかなと思います。じゃあね、特許校の飛行機の動画はこれ終わりとなります。この動画がね、面白いかなと思ったらね、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。で、皆さん、この後も良い旅を。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると、今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。